シェリル、なんてことを言うの。マヤンの巫女たるこの私が真とそんな関係だなんて。そもそもそんなことをなんであなたが。未来の世界では映画になってるのよ。マヤン島に降り立ったパイロットの工藤真とサラとマオ、二人の少女が恋をする映画。映画ってあの動く絵のことよね。すごいすごい。ねえねえ、映画の中の私可愛かった？実は私が演じて。うわー、可愛い。じゃあ私って未来ではこんな可愛いイメージになってるんだ。なんだか少し得した気分ね。そんな、真央さんの方が可愛いですよ。いつも外の文明というのは私たちの歴史をいいように改変していく。恋だなんて、そんな。まあお姉ちゃんがそうなら私は助かるんだけどね。工藤新か。近代軍事史の授業で習ったことがあるぜ。 VF-0 を飛ばしてた最初期のバルキリーパイロット、伝説のスカル小隊の一人だったはずだ。アルトがシェリルのナイトだとしたら、シンもウロボロスに飛ばされていてもおかしくないわ。お姉ちゃん、私シンを探したいの。きっとシンも私たちを探してると思うんだ。この旅は星の精霊を鎮めて時を正しく戻すというもっと崇高なものなのよ。これは遊びじゃないってちゃんと分かってるの、マオ？分かってるよ、お姉ちゃん。でもまさかこんな形で島の外に出れるなんて夢みたい。マオ、おばあちゃんって結構奔放な人なのね。お姉ちゃんもお世話になってるみたいだし、私もお世話になってもいい？それはもちろん。ありがとう。じゃあこれからよろしくね、みんな。カムジンからの情報でミュンさんが捕らえられている基地が分かったわ。そこは軍島を統括するハーバマール基地だったはずよ。その基地に向かう。ちょっと待ってちょうだい。周辺情報もなしにいくらなんでも無謀すぎるわ。今は一刻でも早くミュンに近づきたい。待っているだけではミュンは助からないしな。探査ポットを動かして基地をサーチしてみたんだけど、活動の様子が見られないのよ。罠の可能性は？さすがにそこまで調べるとなると時間がかかるわ。罠であろうとなかろうと俺はミュンを助けるだけだ。このままじゃガルドは一人でも基地に行っちまうな。しょうがねえ、ガルドの言う通り、まずは基地に行ってみようぜ。
設計図がないとそれ以上の強化はできないわよ。ディオン、強引に話を進めてもらいすまなかった。うん、何のことだ。そんなことより急ごうぜガルド。了解、感謝する。発進してください。さてと、そんじゃ一丁行くぜ。もうすぐカマジンが言ってた基地だ。このまま邪魔が入らんといいが。まさかあんたたちと組んで飛ぶことになるとはな。ふん、それはこちらのセリフだ。整備は問題ない。任務はブリーフィングの通りだ。俺もすぐに合流する。当たり前のことを何遍も言うんじゃないよ、坊や。行くぞノーラ。なんだあの旧式、こっちに仕掛けてくるのか。どこのハンターだ。あれはマヤンを襲った飛行機。リオン、気をつけてください。ロックオンされてます。分かってる。ジークフリードマン、エンゲージ。戦闘開始です。やってやるぜ。俺を楽しませてくれよ。行くぜ。ほら、こっちだ。こっちだ、早い。あんたが遅いんだよ。 DD、 この時代の可変戦闘機乗りはアマチュアだ。仕留めちまってもいいんだよな。ああ、死んだ奴が間抜けなのさ。踊れ踊れ踊れ。シュアルベワン、逃亡中のカムジンを発見した。遊んでないでさっさと戻ってこい。特殊部隊と言われるだけあって狩りの手際はいいな。引き上げるぞノーラ。お楽しみは後回しだ。もう少しでこいつらを皆殺しにできたって。今日は機体の調子を見れただけ良しとしておけ。どうやら引いてくれたみたいだな。あんな旧式であそこまでやれる奴らがいるなんて。とりあえず今はミュンを助けることが最優先だ。基地に向かうぞ。作戦は継続中。頑張ってください。逃げられると思うなよ。俺から逃げられると思うなよ。ちゃっちゃと
俺から逃げられると思うなよ。チキショーメガ、いないのか、ミュン。基地の端末にアクセスしたけど、情報が削除されていてわからないの。地道に探すしかないか。それよ。やすやすとやらせません。行き止まりか、ミオン。まだまだ。何か手がかりはないのか。少し冷静になれ、ガルド。俺は冷静だ。どこだ、ミュン。ここも違うのか。ガルド、ミュンももう別の基地に移送されちまってる。船に戻ろうぜ。ああ。すごいです。かっこよかったです。これくらいはちょちょいのちょいってな。
ミュンさんはすでに別の基地に移送されてたみたいだけど、カムジンが嘘をついていた可能性って考えられる？